プラウドローさんです。はい、どうもプラウドローです。どうぞよろしくお願いします。この部屋はあの、はい、藤田さんのね、やっぱり部屋を意識して、やっぱああいうなんか狭いとワクワクするんですよ。ワクワクドキドキするっていうか、こう回ってくる、そのもう リスペクトなんですよ。このやっぱこのカーブがいいんですよ、このカーブ。64もこれコンプリートしてるんで、やばくないっすか、はい、ないっすね、はい、300? いやそうですね、何が何でも集めようと思って1ヶ月以内で集めようと思って集めちゃったんで、すごいな。あの一番レアなやつは下にあのさっきの下のところがあるんですけど、はいはい、ここはまあ続きましてここなんですけども、はいはい、ローさん、ここは何の部屋なんですか？はい、ここは私のね、あの原点の部屋ですね。原点の部屋。原点。はい、ここがあるから、ここがあるから自分がいるっていう部屋ですね。ここがまあ一番うちのメインの部屋なのかな。まあゲームウォッチとかその集めたきっかけのものがほぼあるという。一番思い入れのはゲームウォッチ。ゲームウォッチですね。はい、ゲームウォッチから自分のコレクションを始まって、そのおばあちゃんに買ってもらったやつから、あの時ゲームウォッチ買えなかったじゃない、そのやっぱ任天堂のゲームウォッチって買えなかったんで、そうゲームウォッチを集めようと思って、でゲームウォッチを集め出したら、どんどん増えていった感じの部屋なんで、じゃあここからコレクションは始まった。そうですね、ここから全てがコレクション始まったからですね。はい、ここにゲームウォッチが、これがねゲームウォッチ、はい、箱付きで、こちらが任天堂エリアですね。でやっぱりゲームウォッチの中でもあの最高峰にあの貴重なやつっていうのは、こちらの、グリーンハウス2000万台バージョンですね。これは何ですか？これはグリーンハウスの任天堂社員に2000万台が、要はゲームウォッチが売れたという記念で社員に配られたという幻のゲームウォッチですね。これはどうやって手に入れたんですか？これはヤフオクですね。この中で一番価格的にはやばいんですか？一番やばいと思いますね。これもう海外のコレクターが欲しがるんで、もうこれやった時にも売ってくれ売ってくれって、もうあれはすごかったですね。全体的にでもこの箱付きでなんか10万とかしますよね、この辺りしますね。そんな中群を抜いてこれがやばいと、群を抜いてこれ多分今出たら何百万円出るじゃないですか。それぐらいないんで、この要はゲームウォッチのその今までの歴代のキャラがプリントされてるんですよね。まあ、貴重な貴重な触っていただければ、はい、プリントされてるんですよ。やばい、いいですか？これ直に触ってますけど、はい、怒られちゃうんじゃない？わかりますか、キャラ。ああすごい、歴代のキャラ、全体的にミッキーマウスもいたり、オクトパスとか、パラシュートファイヤー、このなんかファイヤーですね。ここにすげえ書いてある。そう、これ発売されたゲームウォッチがリストだった。すみません、裏はまあですね、裏はやっぱりこう普通はここに貼ってあるんですけど、ない非売品なんでないんですよ、貼ってない。そしてじゃあ開けて内容は一緒なんで、中身は、ああ中身は、ね、中身はグリーンハウスなんで、中身は普通のグリーンハウスなんで、ちょっと力入ってました、大丈夫ですか？ちょっと、あんまりあれですけど、じゃあ外の側なんですね。そう、この側がもう貴重なものなんで、これはいつ手に入れたんですか？これはもうかなりもう10何年前、15、6年前ぐらい、15、6年前で、5、60万で買ったんで、いやね、多分今の価格で言ったら、数百万だし、数百万は間違いなく超えますね。だって欲しい人がね、2、3人いれば、この辺にもね、なったりするしね。とりあえず外人さんがこれ欲しがるんで、何個ぐらい出回ったんですか？ね、それ知りたい。今まで俺、見たことあるのは、ヤフオクで2回ぐらいは見たことあるんですけど、あと某ゲームショップの社長さんから電話して、坊さんこれ入ったんだけどいくらで売ればいいって言われてたってこともありましたけど、それいくら、その行方はわからないですけど、多分日本に数本しかないんじゃないのかなとは思ってますね。いや、もう内部用の社員さんのためだけに。そうですね、社員さんだけなんで、それだけレアなものなんで、買いたくても買えないんで、非売品中の非売品ですね。非売品中の、ね、これまたもうマニアにはたまらない。たまらないですね。これでも直に置いたって大丈夫なんですか？まあこれはちょっと金庫に入れないと思うんですけど、まあ藤田さん来るからちょっと。ああ、本当ですか？藤田さん来るということで。ああ。あとやっぱこの貴重なの、これ藤田さんここら辺をクリスタルスクリーン。ああ、知らない。知らないですか？これ透けてるんですよ。見てください。
あ、本当だ。やばいっすね、うん、クリスタルスーー日本で未発売なんですよ。あ、スーパーマリオのゲーム機なんですけど、スーパーマリオのほら、これでもスーパーマリオはちゃんとできるんですよね。このスーパーマリオあるじゃないですか、うんうん、非売品のこの、はいはい、うん、スーパーマリオの透明バージョンのこのクリスタルスクリーン、顔にやる、顔いいですか、うん、どうぞ。あ、クリスタルスクリーン、はいはいはい、そんな感じ。本当にスケスケですね、はい、ケントデリカットみたいな、これ日本未発売なんですよ、はい、でこれは3つ発売されたんですよ、スーパーマリオと、バルーンファイト、あとクライマー、海外専用モデルみたいな。そうです、海外、日本で発売されてないんですよ。このスケートはコンプリートですか。これがこの3つなんで。あ、はい、やばいですね、これはコンプリートです、ね、はい、ありがとうございます。これも貴重です。あ、箱もあるんですね、ちゃんと。箱もあります、はい、箱もこっち。やばいですね、それは、まあ、こちらはまあ任天堂エリアで、はい、続いてこっちバンダイですね。うー、バンダイエリア、うー、バンダイも任天堂と同じぐらい、あの人気あったんで。あ、出てますね。あ、例えばソーラーとか、ソーラーの、あ、ソーラーゲーム、僕結構持ってますよ、この辺り。あ、本当ですか。この辺り結構持ってますね。あ、本当ですか、はい、横浜さんもこの辺りは思い入れがあるって言ってましたもんね。横浜さんもご存知ですか。悪霊の館とか、悪霊の館、あれは面白かったですね。面白い。あと何だろうな、バーガーショップとか、バーガーショップとか、あの、うん、サンキュッパシリーズは上ですね、あれね、うん、注文を、うん、っていうところ覚えて遅れるとひっくり返されちゃってやつ、そうあのなんかバイオレンスな感じが好きでしたね。これ全部バンダイさんの、これ、ここは全部バンダイです。バーガータイムも、バーガータイムもありますね、うん、いや、竹市場も、竹市場、いや、ごめんなさい、竹市さん場も、そう、竹市さん、あー、そんなあったんですね。そうなんです。このバンダイシリーズの中で一番貴重なやつはどれなんだ、うん、バンダイシリーズ、例えばシーナちゃんエレサイゲーム、シーナちゃん少年ジャンプ、うん、特製、これは、あ、ゆずきさんの、そう、あの、うん、隣にあるうるせえやつらのゲームウォッチあるじゃないですか、はいはい、ゲームあそこね、はいはい、はい、あれの、シーナちゃんの、うん、キャラを変えて、うんうん、キャラ変えたゲームなんですよ。このためにこれはこの景品のために、景品なんですね。そう、この景品のためにキャラを変えた、うるせえやつらのね、貴重な、うん、これはレアですね、当時。これは非売品ってことですもんね。非売品です、月刊少年ジャンプで特製なんで、うんうん、はい、当選ものみたいな、はい、これは欲し、これも欲しくても多分なかなか出てこないです。相当綺麗ですね、さらにこれ、はい、あとその後ろのやつもそうですね、ザ・サムライっていう、うんうんうん、それもジャンプ、あ、それもヤングジャンプ記念品、うん、これバンダイさんのやつはコンプリートしてるんですか。ほぼもうコンプリートしてますね。あー、すごい、やばいですね、この感じこの感じは、いや、もう全部箱ってのはまたすごいですね、うん、これもやっぱ箱付きで集めたいみたいなこだわり、そう箱付きでやっぱり集めたいっていう思いがあって集めたんで、うん、やっぱりその箱がね、なかなか出てこないです。小川さん、持ってないゲームウォッチでもあるんですか。うん、まあ、数個はやっぱり欲しありますね。あ、まだ入手できてない、まだ入手してないやつはやっぱりあるんで、奥が深いんで、電子ゲームズ、もう大体揃ったと思っても、はいはい、新たな発見っていうのがあるんで、うん、その持ってない数個って何なんですか。いや、それはちょっと言探してるんですね。そう、言ったらまずいんで、言ったらもう、あの、値段買われちゃうんで。でも10年以上探してるんですよね。いや、もうないっす、やっぱ見つかって、全然出てこないんで、バンダイもあと1、2個出てこないやつがあるんで、すごいですね、すごい、ね、じゃあ揃った時に教えてください。はい、分かりました。あと数個ね、数個、うん、任天堂さんの方ははい、任天堂はコンプリートしてるんで、ああ、こっちはコンプリートしてるんで、これ海外のコンビでコンプリートしてる、はい、海外のコンビでコンプリートしてる、このバンダイさんのやつも海外のやつも見てるんですよね、もちろん、もちろんもちろん、はい、で、こっちじゃあ続いて、まあ、後ろ見てもらうと、うん、はい、これご存知ですか、世界初のテレビゲーム、オデッセイ、ね、オデッセイもやばいですか。オデッセイもやばいです。オデッセイも最近全然全く見かけなくなっちゃったんで、あ、うん、前は結構出てたんですけど、うん、これは貴重ですね、近くで、まあ、高速船だとか、うんうん、高速船もやばいですね。高速船もやばいです。でもなんか高速船がもう何十万もするみたいな、うん、昔から聞いてるんですけど、ね、うん、今この中で一番やばいのはどれになってきますか。やばいのダイナビジョンじゃないですかね。ダイナビジョン、うん、これはもう出てこないですね。とにかく出てこない。まあ、師匠と呼んでる、まあ、ヘンリーさんという、要はこういうハードを集めてる方もいるんですけど、ヘンリーさんもこれも持ってないんで。あ、その
この手のやつは師匠が違うんですか、また。師匠はまだいるんですよ。ヘンリーさんもこれ多分持ってないと思うんで。そんな誰も持ってないやつをどうやって手に入れたんですか、これ。あ、これはあの知り合いにあのローさんなら扱ってくれって言って扱ってる。あ、扱ってるんですね。そう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 。そのダイナビジョンですね。ダイナビジョン。これは貴重ですね。これ出てこないですね、とにかく。ダイナビジョン。うん、全然出てこないです。まあ確かにこのジャケット見たことないですね。箱似たような箱あるんですよ。これ、うん、例えばクリエイタービジョンとかも、うんうん、似たような。まあクリエイタービジョンもレアなんですけど。これ箱付きじゃなかったら結構出るのか。そんなことないですか。うん、もう箱付きじゃなくても出てこないです。出てこない。出てこないです。とにかくないです。ダイナビジョン。ダイナビジョン。お宅の部屋にあるかもしれない。あるかもしれないです。そのカラービジョン。うん。これは？これカラービジョンもこれは知り合いに譲ってもらって、これも海外の、うん、要は、うん、カートリッジ、まあ、うん、ゲーム変えてやるやつですね。入れ再現みたいなもんですね。あ、まああの、うん、カセットカートリッジのやつはさっき今言ったようなマイクロビジョンっていうのもあるんですよね。あ、これは うん、カートリッジを取り替えてやる白黒の、うん、まあ、ゲームボーイの限定みたいな感じのゲームですね。マイクロビジョンか。マイクロビジョン、うん、はい、そうか。いや、高速線って本当になんか、うん、もう昔から高かったじゃないですか。高かったですね、昔からね。憧れのですよね。そうですよね、うん、そもそもだって数十万しましたね、昔から。昔からしましたね。で、うん、それと比べてこちらの方とかの高いんですか。ちょっとは出てこないんで、これは。あ、ダイナビジョンはとにかく出てこないんで、うん、じゃあ数を考えたら全然、うん、出てこないです。ここはどっかハードオフかどっかオデッセイ30万ぐらいで売ってましたよ、確かね。ハードオフかどっ か, なんかでも高速線も今何十万もするんですよね。高速線今10万いかないんじゃないですか。あ、逆に逆に逆にね。逆にでも箱付きだとやっぱりいっちゃいますけど、この箱が大事なんで。箱付き見たことないかもしれない、うん、これもヘンリーさんにいただいてもらうんですけど、うん、あ、そうです、うん、高速線が日本版で、これ日本版でベクトレックス。そうです、ベクトレックスですね、うん、海外バージョン。日本の高速線のジャケットってこんな感じだったんですね。そうなんです。こう、うん、いいじゃないですか、この80年代テストなね感じで。で、これが高速線国内バージョンの全部、ね。ああ、すね。これもなんかいいですよね、うん、オーバーレイ入れて色が変わって。そう、オーバーレイをね、うん、これあの白黒なんで、うん、こういう下敷きを挟むんですよ。ゲームによってね、変えて。そう、ゲームによって変えて、やっぱりあのワイヤーフレームなんでドット絵じゃないんで、すごい美しいんですよ、画面が、うん。はい。で、次続いてこちら任天堂コーナーです、ね。そうですね、このマリオの像が、はい、マリオの像があって、なって。まあここは任天堂コーナーであって。まあ、任天堂はその、うん、ゲームウォッチの以前に出してた、はいはいはい、ゲームですね。うん、まあ任天堂で言ったらこの有名なウルトラマシーン、この、うんうんうん、あのピッチみたいな、そうですね、バッティングマシーン、バッティングマシーンっていうか、これはポーカー、そうなんです、ポーカー、これをね、うん、銃で撃つんですよ、銃で多分揃えるんですよ。これ見たことないですけど、はい、エレクトロポーカー、任天堂、これは貴重ですか。これも貴重ですね、なかなか出てこないですね、うん、見たことないですもんね、これ。有名、あともっと貴重なコンピューターテレビゲームですね、その後ろの。おお、要はファミコンが出るもっと前のコンピューター、オセロゲームですね。オセロゲームなんですか。オセロゲームなんです。あ、そうなんだ。これアーケードにあったオセロゲーム、うん、だからオセロって言えないんで、あ、うん、コンピューターテレビゲームって任天堂、まあ2階にあるんですけど、それですね、うん、現物、うん、それの家庭用でできる、うん、コンピューターテレビゲーム。ああ、すごい、すごい。これもなかなか出てこないですね。出てこない、そうですね。まあ、はい、光線銃とかもあって普通に。そう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 。これはマッハライダー。マッハライダー、この要はこのラジコンみたいな感じなんですね、うんうん。昔の名前ではあるんですよ、これマッハライダーとかね。そうですね、ファミコンでもね、ファミコンでもマッハライダーあると思うんですけど、この中で一番貴重なものってどうになってくるんですか。あ、貴重なのがですね、これですね、これわかりますか、この形の下のやつのこの形わかりますか。ドンキーコング。そうです。さすが、なんよ、横浜さん、これ、うん、なんかドンキーコング、これドンキーコングで、ドンキーコングのは、ね、あったじゃないですか、うん、それってここから来てるんですよ。へー、これってエレコンガって言うんですよ。ああ、これからそうなんですね。そうなんです、こっから来てるんです、うん、あのドンキーコングのあのコンガ、はいはい、うん、これで音が楽しみなんです。へー、リズムマシン、これを要はこれで回すことによってオートプレイヤー、そう、これオートプレイヤーっていうのがあって穴が開いてるんですよ。それでぐるぐるって回すと、うんうん、あのドラムの音がドッドッなんか流れるんですよ、うん、これもはなかなか出てこないです。出てきたとしても外人さんにみんな持っていっちゃいます。ここに任天堂って書いてありますもんね。そうです、これ昔の任天堂のマークですね。この L っていうのは昔の任天堂のマーク。このジャケットも昔感がすごい、はい、これやばい。およそどれぐらいのものなんですか。
70年代ですね。70年代、はい、ここは、ね、あとは任天堂いろんなことやってたんですね。キャンディーマシンって、これあの綿飴作っちゃうんですよ。綿飴、そんなことも。そうです、綿飴作ったり、まあもともとトランプの会社で有名じゃないですか、花札とかね。そう、花札とか、まあ、これテンビリオンだとか、あとこれはチャレンジダイス、これも貴重ですね。あとこのもっとすごいのはチートリー、これなんか掃除機で見たことありません？掃除機、あー最近のルンバ、ルンバ、ルンバを先取りしてたんですよ。先取りしたんですよ、これ勝手に動いて、あの、まあ、この無線このラジコンラジコンで吸い取るんですよ、これが何年なんですか、ね、70年代ですよ、これで吸い取るわけですよ。時代の先行ってますね。時代の先行ってるんですよ、これわかります？ルンバじゃないですか、どう見ても形は完全にね、無線クリーナー、任天堂ってこういう すごいもの、いろんなものをこうアイディアとして出してて、トランプは何代以外にも、うん、これなんかわかります、うん、ライトテレフォンですよ。ライトテレフォン何なんでしょうって思っちゃう。テレフォン、電話なんでしょうね。ちょっと開けたことないから何とも言えないですけど、この発想、テレフォンなのこれ、うん、なんかイヤホンつけてますもんね、なんかね、つけてます、ヘッドホンつけて、ヘッドホンつけて、スコープで何見てるんですか、何を見てるかちょっとわかんないですけど、なんか実況するみたいなことなんですよね、うん、素晴らしいアイデアじゃないかなと思いますよね。すごい、うん、この辺はこの辺、まあ、あとはこの光線銃のライオンとか、うん、ああすごい、これはワイルドガンマンの限定なカスタムガンマンとか、こう銃でパンって押すとガンって崩れる感じなんですけど、うんうん、あとはこういうボードゲームとかも日本、あ、任天堂出したんですかね。ロケット、マイハウス、現金輸送、そう、強奪するんですか。そうですね、そうなんですよ、そうなんですよ。現地ニュースは、あ、これ実際遊んだことあるんですね。いや、ないです。ないです、うん、とにかくね、このね、任天堂のもの、うん、あのファミコン以前の任天堂のものってすごい今海外の方がすごい好きで、うん、はい、ほぼほぼ海外に流れちゃってますね。あー、そうかもしれないですね。これもね、本当は欲しいんですよ、ディスクライター。あー、本物ね、本物ね、これは皆さん言ってますよ、うん、あのなんかもう現像しないんじゃないかって。いや、持ってる人は持ってますよ。マジっすか、うん、嘘、本当です、持ってる人は持ってます。言えないですけど、持ってる人は持ってます、持ってる人は持ってます。現像してると、現像してるらしいです。俺は、まあ、私もその知り合いに聞いたんで、うん、本当かは分からないですけど、持ってありますよって言われました。と思って、じゃあ全世界で1個2個のレベルですよ。そうだ、それ出たらやばくないですかっつって、うん、だからもうこれで我慢してます。あ、じゃああれですね、プラムさんの、はい、最終目標というか、うん、この、うん、あのディスクライターディスクライターもここに欲しいじゃないですか、ね、うん、多分これ出たらもう何千万とかって、ね、でしょうね、でしょうね、そのぐらいいっちゃいますよね。いや、もうとにかく現像してるからそのぐらいのレベルなんで、そしたら残ってない理由って何なんですか。だってほら、いろいろあるじゃないですか。いや、書かれとかできちゃうからじゃないですか。絶対返すような感じだったんですよね。そう、多分そうなんですよ。でもこのディスクライターは厳しかったんですか、うん、より厳しかったんでしょうね。だから勝手に書き換えられちゃうからなんじゃないですかね、わかんないですけど。あ、管理がね、そう、だって勝手にこれ、うん、ね、会社で回収しなかったら勝手に書き換えできちゃうじゃないですか。あるとこにはあるらしい。いや、俺もびっくりしちゃいました。なんかちょっと鳥肌が立つ話だ。俺出たらもう何千万、何億、ね、何億の世界、欲しい人がいっぱいいるんですよ、やっぱ、ね、いるんで、ここら辺は武者さん欲しいですよね。まあ僕ももちろんそうです、ね、欲しいですね。ローさんももちろん、ね、いや、もちろん、もう全て手放してもこれは欲しいですよね。ああ、そのぐらいのクラスですよ、これ。そういう話なんか聞くな、よく聞くな、それ。そのぐらいのクラスですよ。でも持ってることを、うん、持ってる人がいるって知ってるだけですよ。そう、知ってるだけ。ということは可能性があるじゃないですか。可能性はあるけど、そうか、そういうことか。いやー、それは無理なのかなーって思いますけどね。どうなのか。まあ、そこはこうご期待みたいな。いやいや、それはないですけど、絶対手に入れられないですけど。うん、でもいつかここにあるかもしれない、ね、あるかもしれないですね。あれ気づけばみたいなね。これでも藤田さん、うん、価値ってつくものなんですか、これすごすぎて、この辺のやつは。いや、だから任天堂、世界の任天堂ファンが争奪戦してるわけですよ、うんうん、もう争奪戦の世界なんで、ね、もうとにかくもうここら辺のエレコンガとか出たらもう、うん、合戦ですよ。外人同士の戦いですよ。これは相当前に手に入れたんですか。
最近前ですね。前ですね。あ、まあ前ですよ。まあこういうコンピューターテレビゲームとかもかなり昔なんで、うん、十何年前にもう安い頃にやったんで。ちなみにこのディスクライターがもし売りに出てたら、うん、いくらまで出します？これないんで多分。いや多分外人には勝てないんで。でもこの回出しますよね多分ね。10万？うん。まだもっともっと上。1000万？もっと上。1億？無理。それはない。多分出ても買えない。みんな眺めてるだけ。マジ諦めます？いや諦めます。無理なんで。多分外人かなわないんで。もう金から金なんで、もう藤田さんに任せます。じゃあ、ローさんこの辺ってことですね、じゃあね。いや、もう藤田さんと、ね、もう藤田さん。2人で合法で共同所有。どう見てもローさんの財力が強いじゃないですか。じゃあ、藤田さん、じゃあ明日、ちょっと返してくれないなんて。明日ロケだから、ローさん取り行くかなとかね。そういうことだね。まあ、でもそのぐらい、うん、いや2人で出し合ってじゃないと絶対買えないですよ、はい、他にも欲しい人がね、うん、日本にもいっぱいいるし海外にもいるんで日本だけじゃないんで、じゃあオールジャパンでやんなきゃダメですね。そうオールジャパンでみんなで力を合わせてやらないと、うん、オールジャパンで、ね、ジャパンチームでやんないといけない、ジャパンチームで、うん、ジャパンチームでやってうちに置いとくってね。そう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 、宇佐さん家に置いといていけば管理は誰かって、いやっていうディスクライターですよ、うん、はい、ディスクライターね、うん